上新電気鉄道 ED31 系電気、機関車は1957年に廃車となった日本国有鉄道 ED31 系6号機を譲り受けして自社工場で車体機器の改造を行った後、車両番号はそのままに ED316 として導入した。以下本機として記述する。入線前は全長 11760mm で、 運転室部分の前後にボンネットを持つ突型の車体であったが入線時に自社工場において元の車体や台枠を活用しつつほぼ同寸法で右側運転台のデッキ付き箱型車体に改造を行った車体塗装は当初マルーンの単色塗りであったがその後は王子に白帯が入ったデザインとなりさらに銀色を コーラルレッドに変えたものへと変化した後、再びマルーン一色になった。伝送品は、元の車両のものは流用せず、1958年に、車体の更新を行った際に不要となった自社の出刃に、位置のものを使用している。主制御機は総括制御が可能で、間接式のシーメンス製、CIV1064A であり、主電動機には同じくシーメンス製、 DJ11 バイト電動機を4機搭載する。これは上新電気鉄道オリジナルの出来一型と同一であるが、歯車比に関して同形式の77、16に対して本機は74、19と本機の方がより高く設定されているため、同形式と比べて速度性能は本機が勝るものの牽引力は劣る。また台車も当初で歯に1から流用した。 ブリル 27MCB-2 を使用したが、後年再び国鉄時代と同じ TR14 に交換されている。出来位型が農産物や石灰石の輸送に路線前線にわたって幅広く用いられる中、本機は主に秩父セメント向けに高崎駅南高崎駅間に設定されていた貨物列車の経引に従事した。1985年に上進線に、 保安装置として ATS が導入された際、本機に対しては対応改造が行われなかったため、その後は高崎駅構内で入れ替え作業などに使用された。しかし1994年に上新線の貨物輸送の廃止によりでき1型が余剰となると、本機の稼働機会も減少し、2000年代に入ってからは車席コス保持していたものの、検査や 外装の補修もなされないまま、高崎駅の構内側線に留置されていた。その後2009年に外装はきれいに修繕され、2011年には構内走行も実施したが、保安装置未搭載等の問題により本線走行は難しい状態である。ありがとうございます。